で撮ったりとか、バイオダイム塗ったりですね。サンスケ白菜を塗っても、サンスケ白菜はこの木をガビガビにしてしまう。あのプラスチックと陶器はいいんだけど、ここも今、このハットソープ仕方ねえけど、間違えて貼ってしまって、いつもやってることしかできないみたいな感じで。納豆パックでね、ちょっと洗ってみたんですけど、まあ、ここはこれであり、今自作で作ったんですけど、旦那が作ってくれたんだけど、一緒ここに猫がボーンってジャーンというか、あの缶を入れるところだったんですけど、まあこんなね、ここもなんかここにドローンとなってるのが納豆パックをひょひょってやったらザーッと取れるんで、あのいつもこう水をここに溜めてこれで消毒してるんですけど、2日に1回ぐらいね、コロナがひどい時には毎日やってたけれど、毎朝毎晩やっていたが、まあ、 あの流しすぎてもあの消毒力がなくなるんで、ここにね、なんかね、カビが生えて、これを取りたいんだけどな、間違えて、あの、いて、踏んだ、ビフォーじゃないけど、まあ、こんな感じで、他のところにこう、納豆パック流さないようにして、水圧があるとパーッと流れていっちゃうんで、ここに穴、こう、十字があってもね、ここから流れたこともあるんで、そしたら下にびしょびしょに雨漏りしたことがあったんで、気をつけてください皆さん。